デオ・ブスカーリア、デオ・ブスカーリアは、アメリカ合衆国の教育学者、命についての学び方を教える絵本、葉っぱのフレディで、世界的に知られている。彼の名前は、発音が難しく、カタカナ表記でも、ブスカリア、バスカリアといった表記もされているが、本人の説明による発音はブスカーリアである。これは、彼自身生前、講演の最初のネタとして自ら、 ジョークとして語っていたという。彼は、イタリア系移民の家族の罰子として生まれ、南カリフォルニア大学で教育学を学び、卒業後は、パサディナ市の公立学校教員となり、現場の教師時代は主に学習障害の子供たちのクラスを担当した。同時に、大学院にも在籍し、教育学の博士号を取得の後、母校に戻り、同大学で教鞭を取った。 教え子の自殺という事件に遭遇し、以後、命の教育、命のかけがえのなさ、人を愛することなどに関心を抱くようになり、ラブクラスという単位の出ないゼミを主催。このゼミでの演習成果から、最初の著書、ラブが生まれた。彼の本は、数多くの販売記録を塗り替え、彼の講義は、テレビ番組にもなって高い評価を得ている。 彼は日常生活の中での様々なストレスを克服するために社会的な人と人との絆が最も大切であると言い,い、その絆の中核的なものこそ愛であるという。愛こそ世界の共通語だというのが彼の信念である。彼の著書は1998年までに世界の17カ国の言語で1800万部の売り上げを記録した。 1998年6月12日、ネバダ州のタ保湖に近い彼の自宅で、心臓発作により亡くなった。74歳だった。日本では、ザ・フォール・オブ・フレディ・ザ・リーフの日本語役所である、葉っぱのフレディの血の旅が、週刊ダイヤモンドに掲載した、いっかり春王のコラムや、産経新聞掲載の産経賞などで取り上げられたことをきっかけに話題になった。 ありがとうございます。